带队参加一个吧。好好。まだまだスーパートンネルタイムなのかな。だってまだだって富山に越えてく混乱まさに、あ、福見島よりも30キロまで来た。おお。じゃあ2時間今日で着くのか。おお。ちょっとあそこでちょっと休んだのもあるんで、あれですけど、まあ、予定時間の10分くらいですから、これ本当雨大丈夫なの？めっちゃ降ってるけど、本当に？本当に天気予報は、ウェザーニュースの情報を信用していいんだろうね。今のところ、本当にこれで雨止むのって不安になるぐらいだけど。高山の山は大して高い山って書くぐらいの高い山ですからね。スーパーアメスはもう咳止めちゃうの？本当に？だってあの長いトンネルの山をでもダメだったよ。本当にめっちゃ降ってるぞこれ。おお、降ってる降ってる降ってる。川の水やえぐい、川の水もえぐい。で、ここから1700メートル。だけど、もうさっきの、だから2キロなんで、これも長いトンネルなんだけど、もうさっきの11キロは見たらなんかちっちゃく感じるもんな、短く。すごいな。いや、あのトンネルはすごいね。あれなかったらそんな6時の、ね、始発頃の電車になってうんぬかんなって絶対行ってらんないんでしょうね。えぐいよ。よーし。ここはやっぱ高速を使うメリットが十分に感じられる気ですね。わあ、おや、めっちゃ降ってんじゃん、ほら、本当に大丈夫だ、これ。で、ここ、2680m、また長いトンネルだけど、この長いトンネルと長いトンネルの積み合わせだって、さっきのトンネルの半分以下になる。えぐいなぁ、さっきのトンネル、本当に。ほんとトンネルまるけね。あ、もう、これ出た瞬間またトンネルなんだ。で、次のトンネルは見に行くと、500m ね。これ、もう降ってるよ。本当にやむの、これ。まだ一つ、デッキトンネルが残ってるってことだった。福井入ってないよね、まだ。あ、富山か。富山もまだ入ってないもんね。あ、って言ってたら、ここで、これで富山なんだ。風出てきてる。あ、これ、ちょうど谷間の吹き下ろしなんだ。おぉ、一瞬捉えたね。そう、富山入った。よし、初富山。自分で運転してくるのは本当初めて。本当ずいぶんと昔に、家族旅行で来たのかな、ことはあるよっていう程度の富山なんで、いや
富山もね、ある意味、西と東の境目って言われてる、三重と同じような境遇なんですよね。確か、どん兵衛も西と東がちょっと売ってるところがあれになってたりとか。さあ、富山に入って、本当にこれでやるの？いや、まだ降ってるよな、これ。だいぶ明るくはなったけど。いや、だいぶ明るくはなってるけど。降ってるね。降ってるけど、だいぶ弱くはなった。岡山。岡山は超える。あ、でも隣、あれ、下り用のトンネル工事やってんだ。だからこれも対面から開放するように頑張って工事やってるんですね。抜けてきた岡山ですよ。それで岡山、神平ね。今回、目指せとかこれの次なのかな。ですから。から先にまた危険物搭載車禁止エリアがあるんですね。だからその先のそこがあれなのかな。また長いトンネルなのか。あ、でも確かに雨が、なんならちょっと晴れ間が見えるの。マジか、マジか。で、ここからさらに福道まで15キロなんです。あ、ですね、こっちは福道で降りた方がいいらしいですね、今回は。南都市なんですけど。この福道も南都市らしいです。で、ここが対面通行で、隣今、あれですね、トンネル工事中なんですね。ああ、まあまあ。これが暗い用のこあれなんですよね。登りようか。で、そんな長いところを飛んでる。あ、しまった、トンネルのキロ数を損ねてた。まあ、130キロ、そっか、もうあとそれで10キロぐらい。あー、早いねー。早いですわ。ほんと6時に富山着いちゃったよ。まあ、普段からね、相当早起きな生活なんで、逆にあれぐらいのね、時間で随分調整ができちゃいますからね。出口は風注意。雨じゃなくなったね。いや、待って、長えな。あれ、長いね、トンネル。今2キロ通過で残り7キロ、9キロ。これが最後のフィルターか。雨雲を遮る。マジか。多分それのおかげっすね。あ、そっか。なげえな。
これはもしかして本当にトンネル抜けたら結構いい敵。マジで？マジで？あ、しかもこれ9キロやっとけたと思ったらバラーだ。あーまあいいね。これも一緒の扱いなのかな。そうね、まだ9キロはいってないもんね。長いね。もう抜けたら本当に含みすぎたような感じなのかな。おお、よくにしてよ。おお、明るい、明るいぞ。おお、明るい。マジ？嘘。これで上鼻ハイウェイオアシス。明るい。マジか。